13節を読みいたします。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送る。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させて、ひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように、持っているものをしっかり保ちなさい。私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。皆さんこんにちは。今年初めての礼拝です。なんとなく初めての礼拝、教会としてではなく私の方からそうですから、なんとなく明けましておめでとうと言いたくなりますけれども、もうこれで1月が終わろうとしてるんですね。年間聖句、教会として年間聖句を、いただくことは本当に立派なことです。年間聖句としてこの黙示録3章の実は8節の言葉を選ばさせていただきました。今言いました表現は、いただくことは立派なことです。私も祈りながらいただいた御言葉です。でもう一度この年間聖句そのものを見ていただきますと、この部分です。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。でこの聖句の文脈を一緒に見ないといけないんですから、このフィラデルフィア宛ての手紙の全体を今読んでいただいたわけです。今日の説教は手紙全体の解釈ではありません。今日はこの開いた門を中心に考えて、また、説明させていただきたいと思います。はい、開いた門を中心に考えていきたいんです。で、面白い、これでなるね。あ、いいね。眠ってしまった方がいれば押せばバーンとなるか。ありがとうございます。はい、文脈を今日はですね、順番を書いて、文脈のそのものを説教の最後に少しだけ話したいと思います。だからフィラデルフィア宛ての手紙ですから、このフィラデルフィアの当時の教会についての説明は最後に行きますけれども、場所だけをちょっと前もって確認していきたいと思います。場所だけですね。これはトルコの地図を見れば、岩の赤い岩のあるところはあのフィラデルフィアの教会もあった地方です。で本当はこの当時のこの地方は、アジア地方と言われまして、これは、ローマ帝国の中の一地方であったわけです。でちょっとクローズアップしますと、この地方です。アジア地方の、だからトルコの一番西側ですね。アジア地方の首都はエペソでした。エペソにも立派な教会ができました。で
黙示録の2章と3章にご存知のように7つの教会宛ての手紙のこの列があるわけです。記録がありますね。でその第1位としてエペソ教会が宛名として言われるんです。第1の手紙はエペソ教会です。この教会7つの教会の群れのなんとなく主な教会、主役のある教会、母教会と言ってもいいぐらいな立場のあったエペソだったんです。しかし7つのうちのもう一つはこの近くにあったフィラデルフィアです。フィラデルフィア、今は、ちょっと見ないと分かんないんですけど、アラシェヒルという、現在の名前がついてるんですけど、トルコの、地方の名前ですけど、アラシェヒル、地方のにあった教会ですね。で文脈は後で話しますけれども、これだけ一言だけ前もって言いますと、私たちの聖句が取ったフィラデルフィア宛ての手紙の、この手紙のまとまった、メッセージは、本命と慰めと励ましに満ちた内容でした。7つの教会のそれぞれの手紙を見ればかなり非難すべきところがあります。かなり批判の言葉が多いんです。それぞれの教会に対して7つの教会の列の中で2つだけ、そのうちフィラデルフィアは1つ、非難すべきところが申し上げられないんです。だから2つだけが褒められるだけで終わっちゃうんです。慰めるだけで終わっちゃうんです。励まされることだけで終わっちゃうんです。でこれは私たちの聖句の取った、このフィラデルフィア宛ての手紙の、ものでもそうです。後でもうちょっとこの文脈見たいと思いますけれども、現在のフィラデルフィア、元フィラデルフィア、アラシェヒールという町の様子はこれですね。昔のローマ時代から の, あの遺跡も少しだけは出てきてるんですから、この歴史とのつながりは確実になってるんです。見よ、私は誰も閉じることのできない、下あたりにありますけれども、できない門をあなたの前に開いておいた。これは聖句。しかしこの聖句を理解するためにやっぱりテキストの文訳もちょっとあるんですから、どうしてももう一度7節と8節をつなげて、読みたいと思います。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることができなく、彼が閉じると誰も開くことができない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に置いて、開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。これはこの今年の聖句そのものの文脈であるわけです。だからこれは、詳しくいきますと、どこに強調すべきいいのかどうかといろいろ考えながら、まあ、簡単に考えれば明らかになってるんじゃないかなと思います。開いた門と不思議な表現でダビデの鍵持ってる方、ダビデの鍵についての、ものが中心にあるわけですね。だからこれについて前置きの説明ぐらいになりますけれども、これについての説明が必要だと思います。開いた門という表現はどのような門を意味するか、そしてこのダビデの鍵、明らかに開いた、あの閉じてあった門を開くためにこの鍵が必要ですという解釈ですけれども、このダビデの鍵と言われるものが何であるか、これは今日の学びの中心になります。ダビデの鍵の権威は誰が持つか、まず今の時代でも誰でもよく分かっているはずのことがあります。鍵の時代です。いまだにだんだんと鍵というものがなくなっていく一方ですね。
代わりに何でしょう、 こんなようなものをピンポンとなったり、カードを使ったり、フィンガープリントだけで開いたりするか、いろいろあるんでしょうけれども、鍵はまだ残ってるんです。ほとんどの車は今でも鍵で動いてるんです。もう鍵なしで動いてる車はますます多くなってるんですけれども、ありますね。鍵の意味は大体誰でも分かってるんです。門が閉じてあれば開くためには決まった鍵を持っていかないとダメ。自分で作った鍵で開けるわけじゃない。だから鍵というものは権限の意味なんです。これ鍵を持ってる人はこの閉まってる扉の主人です。これを開ける権限持ってる。開けることもできる。開ける方法わかる。開ける道具が持ってるわけです。そうといえばダビデの鍵というものはどういう意味だろうと、これは一つの今日の問題であるわけです。そしてどのような門が開かれるか、まずダビデの子と呼ばれるメシアがその権限を持っているお方ですと、これは結論的な説明ですけれども、単純にこれを何ですか、こう基本的に覚えながら、この学びを通っていきたいと思います。神の主権を持っているおられる聖句の文脈では、聖なる方、真実な方ですと。この方、このように言われる方、つまりメシアはダビデの鍵の権限を持っている方ですと説明が前もってあるわけです。私たちは開いた門、霊的な意味で、あるいは聖書関係で、あるいはキリスト教関係で、証関係で、いろんな場面があるんでしょうけれども、霊的な意味で開いた門について考えるときには、大抵はこのように考えているのではないかと私は思います。個人的にもそう、多くの時にそう、そのように使ってるんです。開いた門といえばパウロが書いてたように、第一コリント16章見れば、実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますと、コリント人へ書いてたんです。その時にはちょうどエペソに行ったんですから、エペソについての報告なんですね。エペソには広く開かれた門があるんです。どんなような門ですかと、これは実りの多い働きのための門ですと言ってるんです。霊的に使ったんです。神様に与えられた機会、素晴らしい、たくさん機会があるんです。神様が人への道を開いてくださった。神様は人々の心も開いてくださった。神様が私パウロの口をも開いてくださったんだ。神様は多くの実りの門を開いてくださった。このようにパウロも使ったに違いないんです。ただし、でこれは非常に大切な第一のポイントになると思います、つながると思いますけれども、ただしこのように働きのための門が開かれているというような意味で、考えたり計画したり話したり報告したりする前に、別のもう一つの門について考えるべきことでもあるんです。ここにはっきりと名前として表現として記されていないんですが、聖書全体の文脈ではっきりしてるんです。実りのための門が開かれる、これは素晴らしいことです。しかしその前に別の門について話さなければならないんです。で、私たちは聖句として、あなたの前に門を開いた、誰も閉じることのできない門を開いたという聖句について話すときには、このまず原点の
門について話さないといけないじゃないかと私は思います。それは第一にいつものように3つがありますけれども、第一に神との和解の門が開かれる、これについてまず話さないと働きのための門が開いたという話はできないんです。だから最初に神の和解の門、どういう表現なのか簡単に説明したいと思います。アダムとエバのところに戻っていかないといけないんです。アダムとエバの最初の最初に作られたあの2人、人間は神の栄光に着せられたものとして作られたわけです。神の言うことに従う本質を持っていました。そのように作られたんです。しかしサタンの惑わしによって自分が好きなように生きるようになってしまったわけです。勝手な判断によって罪の罠に陥りました。これは創世記1章2章3章読めば詳しく書いてあるわけです。でその結果、主なる神は2人をどうしたかと言いますと、その結果として2人をエデンの園の良い世界のところから追い出しました。もはや2人は悪と罪に支配され、魂の救いを求め始めたわけです。追い出された2人はエデンの園の外側のその門の前にうろうろと動き回りながら入り戻ろうとしたに違いない。こんなに詳しくは聖書には書いてないじゃないかと言われたらそうなんですけれども、もう考えればそうしかなかったんです。だってエレンの園の内側の良さは知ってたんです。そこに戻りたい、そこには永遠の命があるんです。しかし罪人となってしまったあの二人を追い出した神様は、この状態で入れないように工夫したんです。もしこの罪人である状態として再び入ることができたとすれば、罪は永遠化されたに違いない結果だったんでしょう。それがないために追い出して入れないように工夫しました。創世記3章23節24節、神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされた。こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビーム、これは天の使いのことですね、ケルビームと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた。万の御使いを置かれたんです。入れないよ。簡単に言います、エデンの園の門を閉じてしまいました。これは閉じられました、神によって。で聖書は創世記から今日の箇所の黙示録まで、最初の書から最後の書までつながってます。内容は著者は唯一の神であるわけです。同じ著者ですからつながっています。で今日の聖句の文脈全体を読んだところで、誰も開くことができない、誰も開いてあれば閉じることができない、つまり神様の権限で開いたり閉じたりしたようなもんについての話があるんです。で神様がエデンの園の門を閉じたら、アダムもエバもたとえ天使も、たとえ悪魔も、それを開くことはできないんです。でも人は入りたくてしょうがない、
人は永遠の命を求めているんです。そういう毎日を送りながら、つらいつらい生活がアダムとエバの時から始まったに違いないんです。裁きの主権者である神は永遠の命への道を門で閉じられました。そして今の時代に戻りますと、この私たちに戻りますと、私たちは一人一人皆エデンの外側に生まれました。締め出されたものとして生まれたに違いないんです。私もあなたもそうです。神との交わりにふさわしくない罪人として生まれました。さてこの門はどのように開けられるか、でどのように開けられるかという質問は、答えは簡単です。しかし開けること自体は難しかったんです。答えは簡単です。ダビデの鍵でしか開けられない。しかし開けること自体は非常に難しかった。鍵は主権、ある権限を意味とすると、さっきも、説明しました。ダビデの鍵、開かれるも、今第1点目は、閉じられたものについて 今まで説明しましたけれども、どのように神様はこの永遠の世界、永遠の命への門を再び開いたかと言いますと、これはダビデの鍵を持っているダビデの子と言われる方を通してに違いないんです。その権限を持っているお方は、旧約聖書の時代から何回も何回も予告予言された方です。やがてイエス・キリストが生まれた時に明らかになった方です。ちょっとこのリストを見てください。長くてびっくりしないように全部聖句出してみようかなと思ったら、これちょっと字だらけになっちゃうんですから途中でやめました。しかしこれだけは旧約聖書に出てくるあの権限の持ってる方の予言の名前というか表現です。女の子孫、シロと言われるユダヤの主権者シロは、不思議な創世記49章のところにあるんですけど、シロは不思議な表現ですけれども、勇士と訳してもいいんです。ごめんなさい、いいですか、これちょっと脱線になっちゃいますけど、せっかく出てるんですから言わなければいけないんです。2行目のシロ、あるドイツ語の聖書も、ヘルトヒーローと訳されてるんです。別のドイツ語の訳はシーローと、そのままヘブライ語を使ってで訳されてるんです。日本語の最新の進化訳はブーです。ごめんなさい、非常に良くない、ここだけはね、非常に良くない翻訳がついてるんです。これはぜひ次回訂正していただきたいんです。シロは地名でもあるんです。私たちも聖地旅行行った時にシロのところを訪れました。聖なる幕屋が400年近く、建てたところなんですね。で、城、地名を意味としながら、地名のあの城に来るという約束の方がそこに来るというような約束、訳が新化訳第4版にあるんです。これは言語と比べては間違いです。城はこの大方、予言されているメシアを意味している言葉です。ユダヤ人の学者たちも不思議で、どういう意味なのかあまり説明できない表現なんです。シロは勇士と、翻訳すればいいです。まあこれはちょっと脱線で余計な
ところでしたけれども、シロと言われるユダヤの主権者、主権の星と杖と呼ばれるユダを治める方で、順番は守ってないんですけれども、ダビデの子と呼ばれる方、神の勇士と呼ばれ、神の御子と呼ばれ、平和の君、永遠の父、人の子、ユダヤの王、救いの君、乳がな王、神のしもべなどなどと呼ばれるメシア。旧約聖書にはたくさんのこういう表現があるんです。この方は鍵を持ってるんです。もちろんこれは例えの説明ですけれども、この方は開ける権限を持ってるんです。で、どのようにその権限は表したかと言いますと、命への道の門を開くためには、この方は自分を犠牲にして、自分の命を生贄として捧げました。私たちの罪のために十字架の上で死にました。身代わりに裁きを受ける死でした。亡くなったあの瞬間に叫びましたお言葉は何だったんですか？完了した。私たちのこの聖句の文脈で言えばこう言ってもいいでしょう。開いた。で、まるで完了した、開いたという意味をある印で見せるために、神殿の中の死聖堂と聖堂を防ぐ、分けるあの幕が上から下へと裂かれたと、この記録はちゃんと聖書にもあります。イエス・キリストが十字架の上で死んでくださったあの瞬間から、エデンの園への扉は開かれました。永遠の命への道は開くようになりました。開いた門について考えるときには、私たちはどうしてもこの門から考えるべきです。伝道のために開いた門、たくさんの働きができるようになった素晴らしいもん、これについての話はいいんです。素晴らしいことです。私たちも今年は高原先生を迎えていろいろ期待してます。しかし、そういうことを考える前に、神との和解のもんについてクリアしなければいけないんです。これは私たち主催者としてもそうですし、私たち伝道する者としてもそうですし、福音を聞いてくださる方の一人一人もそうなんです。開いた門についての話は、エデンの園や永遠の命への門についてのまず第一の意味なんです。二つ、神に逆らう心の門が開かれる。今度こそは伝道活動などなどについての話があればいいんです。神を知らない、また信じない、あるいは信じたくない、このような人は世の中に多くいます。神様を自分の考えから締め出したい人が多くいるんです。しかし、神様を自分の命から自分の人生から締め出すことはできないと、私たちの聖句は教えてくださるんです。誰も閉じることはできない、しまったらば誰も開くことはできない、神様だけ。なぜでしょう。主権者はこのような、この世の門を開いてくださったから、主権者はこの心の門を開くことはできるんですから。私たちは多分誰でも、偉大な宣教命令
大命令をよく覚えていると思います。この宣教命令の根拠はあります。イエスが言われた、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。これ言われてから、だから行きなさいと派遣の命令があるんですね。でも土台はこれです。これは一切の権威があるんです。だからこそ私たちは小さな力、あるいは時には下手な形で福音を語ったり証をしたりする時に、神様はこの何もないような恥ずかしい証を用いたり、ある人の心を開いたり、それが身を起こすようにしてくださるに違いないんです。この使徒の働きの16章はこの間11月だったんですか、共に見てきました、学んできましたんですけれども、リリアという名の女の人が聞いていた、これはピリピでの話です。テアティラ氏の天野の商人で、神を敬う人であった、ごめんなさい、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに目を留めるようにされました。これは書いてある通りです。主は彼女の心を開いた、パウロの素晴らしい話し方じゃないんです。いいですね。私たちの証はいくら弱くても、あるいは逆でいくら素晴らしいものであっても、人の心を閉じたり開けたりすることはできないんです。いくら私たちは聞きにくい、恥ずかしいと思ったような証を持つだけであれば、これは神様には何の妨げもないんです。主ご自身が聞く側の耳も心も目も悟りも開いてくださるんです。だから私たちは何々教会のちっぽけな群れとして、大胆に伝道集会などやるのです。だから世界中には宣教師が送り出されているんです。彼らの条件は、実を結ぶための条件は、ただ主のものであることです。ただ自分の心が開かれたことであるんです。主と和解されたものであれば、誰でももう宣教になる条件は 95% 揃っているんです。あと 5% 知識増やせば十分です。この世の視点から見れば、伝道の働きはバカなことかもしれない、バカにされたりするんです、無駄なことかもしれないです。でも証の内容はメシア、キリスト、そのお方であれば、その証の言葉には不思議な力がある。証すんの、何回も何回もびっくりしたような顔を相手にして、そういう話し合いの時を思い出してます。私にはできないよ、そんなことは。やったこともあんまりないし、どうすればいいのか、ちょっとこれ前もって練習しなくちゃ、前もって方法を身につけなくちゃと言ったりする心細いクリスチャンが多いんです。で、大抵私はもう皆さん知ってるかもしれないんですけど、私の答えは非常にストレートで簡単です。いや、あなたは証する方法を身につけたりする、そんな必要は何にもないよ。ただ一つ、ただ一つ、自分がクリスチャンであることを隠さない、それだけでいい。隠さない、自分の方法でいいから、何でもいいから、言葉でもいいし行動でもいいし、自分がクリスチャンであることを隠さない。これはこういう態度には不思議な力がついてるんです。
なぜですか？魔法じゃないんですよ。私たちに与えられた約束がついてるんですから、誰も閉じることはできない。門、心の門を開くのは神様ですから、あなたに与えた。このような態度を持って私たちは伝道の機会に向かっていかないといけないんですね。力、力についての話になると今日のテキストは非常にはっきりしてるんです。あなたには少ししか力がないけど、あなたは弱いものですよとはあまり言われたくはないんですよね。人間として、神様はそう言ってくれるんです。大切なところです。後でその条件についてもお話したい、もう一度話しますけれども、この自分の力が足りないことを認めながら、いや自分の力できることできないことに目を留めるのではなく、神様の約束に目を留めて、私は開いた、私は開いた、だからあなたは行きなさい。いいですか？伝道することによっての結果は、その伝道することによって結ばれる実は、伝道者は言葉がうまいからじゃないんです。伝道方法は良いからではないんです。伝道のために使った費用が十分だったからではないんです。自分の力で伝道する努力の結果は、もしかしたら参加者は多くなってきたかもしれない。多くの人に呼びかけて、多くの人がやってくれた。大抵もしそういう機会が与えられたらば、私たちをわあ祝福されたというような結果になるじゃない。大勢の人が来たんだ。人数は身じゃないんです。周りの諸教会は、うわすごいな、オタクの教会はと言ったりする時もあるかもしれない。周りの人の評判、そこに目を留めたりすると霊的価値はなくなってしまうんです。そこには何の価値がないんです。問題はただ一つです。神様が心が開いてくださるかどうかです。それだけです。でピリピの話、聖書に、わざわざ聖書に記録されているような話を見れば、唯一一人の女の方についての話で始まっちゃうんですよね。ヨーロッパでの、ヨーロッパが開かれる、その原点は一人の女、心が開かれたという話で始まるんです。ダビデの鍵は、それを持つ方は開いたら誰も閉じることはできない。私たち信仰者には似たような権限、特権が与えられています。私たちはいくら弱いものとしても、この証をしたりするならば、その証によって扉が開かれるんです。だから自分のできることやできないことに集中するよりも、私たちはどういう態度を持って自分の使命に向かっていくべきかと言いますと、祈りながらです。主とのこの交わりと、和解されたことを土台にして、主との密接なつながりを確認に確認を重ねて、そこに向かっていけば主が働いてくださるんです。主が開けてくださるんです。6月に私たちは高原先生を迎えようとしています。これは本当に私たちの教会にとっては大きな出来事です。一人でも多くの人を招くことができればというチャレンジです。一人でも多くの人が導かれたら、この場所に導かれたらという、
時でもあるんです。しかし神様が心を開いてくださるようにと祈る必要があるんです。でなければもう外側の大イベントだけで終わってしまう恐れもあるんですから、祈りを中心に主よ人の心を開いてくださいと準備すればいいんですね。ルカ十章にはこの素晴らしい約束があります。イエスは彼ら弟子たちに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるの私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。いいですか。素晴らしい約束です。ついてます。最後に三つ目、今日の礼拝の、説教の三つ目のポイントですけれども、神の新しいエルサレムの門が開かれる。これも今、文脈でフィリピ教会宛ての手紙全部読むと最後には天のエルサレムの話が出てくるんです。フィラデルフィアへの手紙ほど素晴らしい約束は他にはないと思います。開いた門のテーマはずっとこの手紙を通るんです。最後にはエルサレムの門が開くんです。私たちの証は反対を起こす可能性はあるんです。宗教的反対を起こす可能性があるんです。この話には覚えてますか。さっき読みましたけど、今日はこの手紙全体の解釈じゃないんですからちょっとだけ触れますけど、サタンの回収に属する者が反対すると書いてあるんです。自分がユダヤ人だと主張して実はそうじゃない嘘をついてる者の話もあるんです。私たちは思いがけない方向からも反対されたりする可能性はあるんです。証または全世界に来ようとしている試練についてまで書いてあるんです。しかしそれらのものからあなたは守られるという約束もあるんです。だから全てスムーズというようなメッセージじゃないんです。しかし守られるという約束のメッセージです。私は開いたから誰も閉じることはできない。で最後に私はすぐに来るという慰めと励ましのまとめの表現を言ってくださるんです。このダビデの最終的権限を持っている、鍵を持っている方は私はすぐに来ると言っているわけです。メシアは来る、現れるのです。そして私たちにすでに与えた冠が明らかになるわけです。冠を誰に奪い取られないようにと注意されるんですね。そしてあなたは永遠のエルサレムでの永遠の神殿の中で大切な頭となると約束されるんです。もちろんこれは例えの約束です。あなたは頭となるのです。そして新しい名前、名前といえば聖書の訳でいつも存在、本質の意味があるんです。新しい存在をもらうんです。新しい本質をもらうんです。しかしこんなような素晴らしい約束、天の御国でのエルサレムの門が開かれるためのその約束の条件は 1,2,3,3つ挙げられるんです。一つ目はあなたには力がないことを認めなさい。少しばかりの力しかない。自分の力に頼ろうとするならそこには身がないんです。そこには霊的力がない。小さな力でいい。力あるものは私たちじゃなくて主です。二つ目、私の言葉を守りなさい。キリスト者であることはある
生き方によって決まるわけじゃないんですね。むしろ御言葉との関連と関係によって決まるわけです。いいですか、もう一度。キリスト者であることはある生き方によって決まるわけじゃなく、御言葉との関連で決まるのです。そして3つ目の条件、私の名を否まなかった、クリスチャンであることを隠さない、これで十分な証です。フィラデルフィア教会、この3つでしたね。今は力が少ししかない、しかし御言葉を守る、イエスの名にを否まない。フィラデルフィア教会にもう一回最後に戻っていきたいと思います。このトルコの西側ですね、7つの手紙です。7つの教会の群れです。エペソから始まって、黙示録2章3章の順番覚えてますか。エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオディキア、この順番、順番は関係ないじゃないか、どうでもいいじゃないかと思ったらば、そうでもないんです。この7つの手紙の意味が、全体的な意味があるんです。一つ目は、確かに当時のある具体的にこの場所にあった、場所場所にあった教会に対するメッセージでもあったと同時に、どの時代の誰であろうかクリスチャンである人に対する個人信仰に対するメッセージもあるんです、それぞれの手紙。そして三つ目の意味は、これ前にも説明したと思いますけれども繰り返させてください。三つ目の意味は、教会の歴史約2000年間を通す時代時代に合わせる意味もあるんです。これは当時、書かれた当時にはまだ分かることはできないんです。今から振り向いてきれいに理解できるようになっています。最初の2つのエペソスミルナは初代教会を意味とするんです。だから詳しくは今説明しませんけれども、真ん中の3つはその初代教会に続いて4世紀頃から19世紀頃までの教会の流れを意味とするんです。そして最後の6と7は、フィラデルフィア、ラオディキアは終わりの時代の教会を意味とするんです。でそこは、フィラデルフィアは批判すべきところがない、ラオディキアは批判ばっかし、生ぬるいものを私は吐き出す。いいですか、終わりの時代の今頃です。二つの原則があるんです。二つの教会の種類があるんです。フィラデルフィア原則とラオデキア原則があるんです。でその原則の違いは、簡単にまとめればこんなようなものです。フィラデルフィア原則は、少しばかりの力、神の言葉を守る、主の名を否まない、力なくてもいいよ、ただ隠さない、そして約束に基づいて動く、誰も閉じることのできないものを与えました。ラオデキア原則は、間違った自己認識、私たちは立派なもんじゃん。ラオディキアの手紙を読んでみてください。この世に合わせた信仰生活、そしてプライド、これは同時に終わりの時代にある教会の可能性なんです。さあ、どっちを選ぶか、両方ともクリスチャン宛て、両方とも教会宛ての手紙なんです。
私たちはあの隣のねにねに教会をラオデキア教会だと言ってはいけないんです。これは神様があの裁き主ですから言うんです。しかし見ながら、ああラオドキア、ラオドキアの原則はあるじゃないかな、恐ろしい、うちの教会にないように注意しましょうという判断は正しいですよ。で、自分がフィラデルフィア教会の原則があるようにと自分のすべてを主に委ねるのは大切です。アラッシェヒール、当時の、フィラデルフィアには確かにこの教会堂、これは近代的な教会堂ですけど、この教会があるんです。聖ヨハネ教会はなんと今日までキリスト教会があるんです。キリスト教会はずっとこの2000年を通して続いてるんです。人が変わるんです。場所も変わったかもしれない。でもフィラデルフィアの地においてずっと連続的にあったんです。他のこの7つの教会の場所を見ればもう消えてる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 んです。私たちの年間聖句含んだ8節ですけれども、共に最後に読みましょう。そして読んでから下の方にもう一つの聖句を続いて、これも一緒に読んでいきたいと思いますけれども、じゃあまず聖句の方から声を合わせて読みましょう。はい、見よ、私は誰も閉じることができないもん、あなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があった。私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。そして第二コリント十二章の九節、今日の章詩でもあったんです。はい、しかし主は私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱いのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力を私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。一言お祈りしましょう。恵み深い愛する天のお父様、この聖句をいただいて、私たちの今年の歩みのために本当に目標聖句として歩んでいきたいと思います。自分のすべきことではなく、自分の努力でもなく、自分ができるかできないことでもなく、ただあなたへと目を向けさせてください。そしてあなたの約束をしっかりと握って、忘れないように守ってください。あなたが門を開いてくださいました。どうかこの私たちの歩み、私たちの教会としての活動を用いてください。どうか求める魂を起こしてください。どうかあなたを今まで知らなかった心が開かれ、そして一人でも多くの人が導かれますように、今年この私たちの群れの上にあなたの豊かな恵みを注いでくださいますように心からお願いします。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。